大正辞席大正辞席は、熊本県熊本市中央区黒上の辰田自然公園内にある国指定の辞席。同地には、江戸時代を通じて、日後熊本藩主、細川家の母大寺であった辰田山大勝寺寺が建っていたが、明治初年の神仏分離令発布後に廃寺となり、同家の別邸に改められた。平成7年11月28日、 同じく細川や菩提寺であった妙海寺跡とともに、熊本藩主細川家墓所の名称で国から史跡に指定された。現在は一般的に大正寺跡というが、細川や立田別邸が正式名称である。敷地は細川家の屋敷部分、庭園、墓地とに分かれている。大勝地寺は小倉藩主、細川忠興が父、有才の追善のため、 慶長十一年三月に小倉に大正院を建立したのがその始まりで、同院は後に、熊本藩主、加藤家が改役され、寛永九年に細川家が同藩へ転覆されるに合わせて、八代城に隠居した山塞により、小倉から八代へ移された。一方、熊本城主になった、田田都市も、寛永十四年に、立田さんの山麓に、祖父、雄塞と祖母。 邪行の方及び母、卵を祀る寺を建立し、これも大将院と命名した。ただ年後、を、藩主の座を継いだ三津は、京都、明神寺より、大淵玄広塩省を招いて、大将院住職とし、昭法三年には、卵の隣に三歳の墓を営んだ。三津は、その後、八代の大将院を拝すると立田,田さんの、大将院に併合して、随雲山大勝寺寺と改め、 さらに津成の第二三号を立田山に解消した。なお、忠だ以降九代、四年までの藩主は、花岡山山六に混流された明海寺に、葬られたが、十代、西国屋十一代、聖樹十三代、吉国、最後の藩主、森久は再び、大河地寺に墓が建てられている。明治初年の神仏分離令に伴い、細川家は、 菩提寺であった妙海寺と大勝地寺を廃して、道家別邸とし、大勝地寺の本堂を、新式の指導に改めた。したがって、以後は、細川や竜田別邸と称するのが正式であるが、一般には今日でも大正寺席で通っている。昭和30年から、熊本市が細川家より、庭園部分を借り受け、竜田自然公園として一般に開放している。前期細川家当主の墓。 大河地寺歴代住職の墓の他に、宮本武蔵の供養塔と言われる五輪塔がある。この五輪塔は武蔵に引導を渡したとされる同時二代、住職、春山お尚の墓の横にあるが、実際には、鎌倉から室町時代にかけて作られた五輪塔から様々な部材を寄せ集めて作られたと見られる。敷地の一角には、大正12年に山菜による、 設計図をもとにして建てられた茶室、青具証券がある。このほか、イタビアとヨトミヒデヨシ、千里宮が使用したと伝えられる蝶寿鉢など、様々な歴史的遺物がある。ABCDEFGHI 大正寺、熊本市熊本県庁、2014年3月2日、閲覧。AB 文化遺産データベース、熊本藩主細川家、墓所。 2014年3月2日閲覧。熊本県大百科事典、1982、511、有才の因号でもある。有才夫妻、三才夫妻の美容は、特に、四つ五秒と呼ばれる。大象委員会祖、大淵源博市おしが引導を渡したという説もある。ありがとうございます。